Welcome to TGK Light Up TV! Hello everyone! Today is English Video! ということで、今日はね、久しぶりに、サッカー×英語ではなくてガンガン英語の動画を出していきたいと思います。はい、テーマはこちらですね。 TGK 的英語勉強ということで、今でこそその英語を喋ることとか英語を勉強することに全く抵抗がなくなった私なんですけれども、それはその、留学をしていたっていうこともそうだし、その海外で英語を使って、サッカーの指導をやったりとか、仕事をしたりとか、タイにいた時はそれこそ、一時期その日本人の方ももう一人いたんですけど、基本的にその会社の人っていうのはみんなタイ人の人とかイギリス人の人とかアメリカ人の人とかアフリカ人の人とかだったりしたんで、会話は基本的に英語でしたし、その指導する時も日本人にはもちろん日本語で行うんですけど、あのインターナショナルスクールとかで英語を使って指導する時はもちろんその英語、英語を使って、もちろんサッカーを教えてたわけなんで、ある程度その英語を喋ることに関しては抵抗がないというか、もう慣れてったというか慣れざるを得なかった状況なんですけど、そこにね至るまでにとか、あとは日本にいるとなかなかその英語を使う機会がないから、英語に対してねちょっと苦手意識を持ってしまったりするっていうのもすごくわかります。実際に自分も中学校の時はちょっと1年生の、時にちょっとあんまり合わない英語の先生だったんで、ちょっと英語知らんし派みたいなそんなスタンスだったんで、ひどかったですね。はい、現在形っていうんですかっていうのも、もうはっていう感じではありました。正直頭がいい方でもなかったので、英語なんてなおさらわからんしっていう、日本におるっちゃけん日本語だけ勉強しとけばよかろうもんっていうようなスタンスでした。はい、なんですけど、やっぱりその海外に対してのちょっと憧れを持ち始めてからはちょっとね、英語頑張って勉強しなきゃなっていうね、気持ちに変わりました。でちょっとずつ勉強していって、でそういう英語の環境にも飛び込んでいったんで、ちょっとずつネイティブほどではないです。正直発音もあんまりよろしくないんでなんですけど、喋ることに対しては別に抵抗がなくなりました。じゃあどういう勉強方法をしたのかと、もちろん最初の方は学校でもらった教科書とか図書、本屋さんに売ってる参考書とかを読んで文法を必死に勉強して、単語をこう単語帳を作って頑張って一個一個作って単語を覚えてっていうような形で勉強してました。なんで文法とかは結構頭に入ってきました。ただ喋れるようになったかと言われたらなってないです。はい、あくまでもその学校用のとか受験用の勉強でしかなかったと思います。じゃあそんな自分がどうやって英語を喋れるようになっていったかっていうと、ちょっとずつ日常を英語にしていくことで喋れるようになってきました。例えばその日例えば習った文法であったりとか単語を使ってその日の一言日記みたいなのを英語でつけてたりとか、でもうちょっとずつ自分の生活の中に英語を取り込むように意識はしてました。でその英語の勉強の仕方もちょっとずつ変えていったんですね。でその留学した18歳、高校3年生の時ですねに、英語の先生にちょっと英語の勉強したいんだけどどういうのがいいかなっていうふうに質問した時に勧められたのがこれですね。この English Grammar in Use、 これはシリーズで発見したので、もうついでに Amazon で買っちゃったんですけど、これは前から持ってたやつです。で今度新しく買ったのがそのシリーズのこれですね、Essential Grammar in Use とアドバンスでグラマーインユーズ、この3冊ですね。でこれ何がいいかっていうと、英語を英語で学ぶことができるんですね。はい、どういうこっちゃってことですよね。英語が苦手な人からしたら、いや英語わからんのに英語で勉強できるわけないやんって
まあ、まあその通り、まあ、その通りなんですけど、本当にね基礎的なところからこれ書いてあるんで、ある程度その中学高校と英語を勉強してきた人であればもう全然わかる内容にはなってると思います。中身はこんな感じですね。見えてるのかな、見えてるかわかんないですけど、こういう風な形です。あの問題文も最初のね右側の方にその文法的な情報が、文法的な情報が書いてあります。ここのプレゼントコンティニュースっていうのは、あの日本語で言うと現在進行形、 B プラス ING っていうやつですね。 I am doing みたいな。でここにこう問題、エクササイズって言って問題がこうぞって書いてあるような形になってます。これはあの非常にね、あの基本的なところから書いてあるのですごく分かりやすいですし、その英語を英語で学ぶっていうのはね、あのすごくあの問題を読むこととか解説を読むところにも英語が入ってきてるので、すごくあの勉強になる教材だと思います。これあの Amazon でも売ってたので、もしねあの英語勉強したい人がいたらこれすごくおすすめです。私もこれで勉強したんですごくいいと思います。あの実習とかの関係でね、あの英語の授業できてなかったので、もうほんと綺麗な状態で教科書は残ってるんですけど、 English for Football で中身を見てみると、あのサッカー好きにはたまらないようなね、あのこういう感じでサッカー選手がたくさん出てきます。サッカー選手がたくさん出てくる。あの内容としては普通のあの教科書とかの内容と一緒なんですけど、ちょっとねフットボール、サッカーが絡めてあるような英文法が出てきたりとか、サッカーで使うような、まあ、文章が出てきたりとかしてるあの教科書ですね。これも面白いと思います。これは Amazon で買えるのかちょっとよくわかんないですけど、ね、こういうのもあるので見てみたら面白いんじゃないかなと思います。あとは、もっとねそのなんて言うんだろう、実践的なというか、もっとその英語への抵抗力をなくしたいなとかって思った時に、自分がやったことはその英語の本を読む。で難しい本じゃなくていいんですよ。あの向こうの現地のイギリスにいたんですけど、イギリスの小学生の子たちが読むような本、こういうの少年なんて言うんだろう、児童本って言うんですか、これちょっとね絵が入ったりとかして、その英語自体もなんか細かいのがバーって書いてあるっていうよりは結構大きい文章で、あの簡単なね単語が書いてあって、比較的に難しい単語ではなくて簡単な単語でこう書かれてあるような、こういう子供の本、子供向けの本っていうのを買って、まあ、分からない単語は調べながらこう読んでいくっていうのもすごくねいい勉強に、本を読むのが好きな人はすごくあのやりやすい勉強方法なんじゃないかなと思います。で、あの私はかの有名なあの私ハリーポッターがすごく好きなので、あのこういうねハリーポッターの本もあの買って、実際に英語のハリーポッターの本っていうのを読むことで、まあ、好きなねあのハリーポッターの本なので抵抗もなく原本っていうんですか、原文っていうんですかを読めるっていうことで、すごく楽しみながらあの本読めてた、本読みながらその単語とかを勉強できてたなっていうふうに思います。はい、なんであの英語を苦手な人たくさんいると思うんですね。私も苦手です。あ、今は別に苦手じゃないですけど、あのまずはその苦手意識を取り除くために、例えば洋楽を聞いてみたいとか、うん、今紹介したような英語の本を読んでみるとか。洋楽だったらね今いっぱい聞けますもんね、流行ってるし、うん、流行ってるのか分かんないですけど、私がイギリスにいた時はワンダイレクションが流行ってて、ライブにも行ったんですけど、ワンダイレクションの歌を聴きながらこう歌うことでこう発音の練習したりとか、
してましたね。歌わないですけどね今今一緒に歌おうかなって思ったけど歌わないですけどね、はい、歌いながら発音の練習して、で本とか読んで単語の意味とか単語の種類とかいろんな覚えて、で今さっきご紹介したようなこういう風な本で、まあ、グラマー文法ですね、文法とかを勉強してっていう風な感じですね。で今いろんな形で勉強したものをあの自分の生活に取り入れていく、一言で例えば、英語で日記つけてみたりとか、授業のノートを英語で取ってみたりとか、そこまでするとなかなか時間かかるので大変だと思うんですけど、相当な気合がないとできないと思うんですけど、 あとは何だろう、まあその外国の、ね、方と喋る機会があるのであればそういう風なところに行ったりとか、まあ、いろいろね方法は取れるかなって思います。あのぜひね喋りたいとか話せるようになりたいっていう人はちょっとね、あの勉強の仕方を工夫するだけで楽しくなったりもしますし、よりね身につきやすかったりもするので、ぜひいろんな方法を試してみてほしいと思います。はい、では今日の TGK ライトアップ TV はここまで。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。